ニューヨークパラディズビデオパッドキャストキムベリーですディ今日のエクササイズはサイドラインバイスクルです足は自転車のように動きますまず横になって伸ばしている腕の上に頭を乗せてください体で一直線を作ってくださいこの上の腕で安定してくださいもし安定しにくいと思ったら足はちょっと前に 移動しても平気だ。それは股関節ちょっと曲げてください。でもできれば一直線保ってください。じゃあ、息を吸って上の足をく屈曲して、そして曲げて、それは同じ吸いながら、吐いて膝を揃えて、そして伸展しましょう。それは吐いている。息を吸って屈曲膝を曲げて、息を吐いて後ろに。息を吸って吸い続けて、そして吐いて。 じゃあきな動きになるために息を吸って、膝を曲げると、つま先と膝を添えて、そして吐いて、最初に一瞬で膝と膝を添えて、そこから伸展しましょう。はい、もうちょっとペースでやりましょう。息を吸って、吐いて、吸って、続けてください。もちろん 腹筋の役割を忘れないでください。それは腹筋は骨盤と脊柱を安定しています。はいできれば足の肺骨、低骨入れましょう。だからここで肺骨、そして低骨。最後です、肺骨。ここで逆の方にやりましょう。膝を曲げて、 前の方に伸ばして、吐いて、吐くて、を後ろに。息を吸って、膝を曲げて、前の方にくっきく吐いて、はい。あと2回ずつ、カーティンはもうちょっと大変みたい<こ>吐いて。はい、最後です吸って、前に、吐いて、吐くて、を後ろに。はい、それはサイドラインバイサイクルです。それは大変安定しにくいですので、頑張ってください。<laughs> じゃあ、yeah. 私たちのニューヨークスタデオ、パラ l a ズ・オン・フィ Fifth か、私たちの養成コース、パラ l a ズ・アカデミー・インターナショナル n a t i n か、商品について興味がありましたら、www.pilatesonfifth.com までお問い合わせください。バイバイ。